はい、本日はですね、僕がおすすめするノースフェイスの秋冬のアウタートップ5を紹介していきたいなというふうに思います。でですね、僕は以前から結構ノースフェイスのアウターとかが多くて、それこそ前は教員をやってたんですけど、教員時代にそれを制服として勝手に着てたんですが、まあ、その時に実際着てて、あ、これ意外と使えるなとか、これ意外とそんなに思ってるほど良くなかったなとかっていろいろ思ったりはするんですけど、まあ、そんなんがある中でノースフェイスのアイテム自体は、40、50点ぐらい今あると思うんですけど、まあ、その中でアウターに今回は絞って、アウターのトップ5っていうのを紹介していきたいなと思います。まあ、結構最近やったらバルトロとかマウンテンダウンとかっていうダウンジャケットが結構フューチャーされてるというか、人気があるとは思うんですけど、まあ、もちろんダウンジャケット以外にも人気のアイテムってあるかなと思いますし、まあ、僕が使っててよかったなと思うやつを、まあ、もちろんダウン、バルトロとかも含め、紹介していきたいなというふうに思いますので、まあ、今日の流れとしてはですね、まずトップ5から5、4、3、2、1って順番に紹介していって、まあ、そこの理由、なんでこれが、おすすめなんかっていうところのお話をしていきたいなというふうに思いますので、まあ、2020年秋冬で購入考えてはる方は参考にしてもらえば嬉しいかなというふうに思いますし、まあ、さらにこのランキングはですね、僕の今の気分で決めてますので、まあ、それはちょっと状況によっては変わってくるかもしれませんので、1ヶ月後は大きくランキングが変わってる可能性があるというところを思って見ていただければなというふうに思います。ということで、まず第5位から発表していきたいなというふうに思います。では2020年ノースフェイスのアウターおすすめ第5位というのがですね、こちらのマウンテンダウンジャケットになります。で、まあ、これ自体は2018年に購入したモデルになっているので、まあ、2年ほど前のモデルにはなってるんですけど、まあ、僕はこれ2年間ぐらい着用してて、まあ、良かったところとか悪かったとかもちろんあるのはあるんですけども、やっぱりノースフェイスの中でも結構人気のアイテムで、それこそ毎年完売したりとかしてるとは思うんですが、特にこういうカーキの色味というか、ちょっとこういったちょっとノースフェイスらしい色味とかは特に人気があると思いますし、そういうことは、あと茶色系、まあ、例えばこういう系の色味とかも人気があると思うんですけど、ノースフェイスって秋冬の色がいいじゃないですか。で、逆に夏場の色ってなんかちょっとんっていう思う時も若干あるんですけど、秋冬のくすんだ色ってめちゃくちゃうまいなっていつも思いながら僕は買わせてもらってるんですけど、まあ、このマウンテンダウンがなんで5位にランクインしたかっていうとですね、まあ、もちろんダウンジャケットっていうところで暖かいのはそうなんですけど、それ以外にはこれゴアテックスという生地を使ってるんですよね。で、ノースフェイスのアイテムの中でもダウンジャケットでゴアテックス の防水仕様のアイテムってそんなに数は多くなくて、で、なおかつ街中で着れるやつって言ってくると結構限られてはくると思うので、登山であったりとかちょっと南極大陸っぽい感じやったらまだ他にもあったりするんですけど、街中でゴアテックスのダウンジャケット何って言われると、もうこれがほぼ最初に上がってくるっていうか、むしろこれしかないって思っちゃうぐらい機能的にはかなり間違いがないというか、まあ、これ買っとけばどんな気候でもいけるとか、冬の気候、雪であったりとか晴れであったりとか曇りであったりとか、あとまあ大雨とかでもそうなんですけど、まあ、ちょっといきなり寒くなったってなってももちろんダウンやからいけるし、天候的にも関係ないっていうところがいいんで、まあ、第5位ということなんですけど、じゃあ今そんだけ言ってるのになんでお前それ5位やねんっていう感じだと思うんですが、まあ、なぜかというとですね、これ今こうやってご紹介してる時にも思うんですけど、こうやって持ってるとめちゃくちゃ重いんですよね。もちろんダウンジャケットやから重いっていうのはそうなんですけど、今最近ってどのブランドからでもダウンジャケットで軽いダウンジャケットっていっぱい出てきてるじゃないですか。それ考えるとここまで重いダウンジャケットは1日着てると疲れるというか、ちょっと半日出かけるとかどっか移動してるだけ着とくとかやったら全然いいと思うんですけど、丸1日これ着た状態でずっと歩き回るとかってなってくると、まあ結構ちょっと重たさを感じるかなというふうに僕個人的には思ってるので、例えばどっか1日デートで出かけるとか外を歩き回るって言われた時にはもうこれはいつも考えないというか除外されるので、まあ、その辺で第5位かなというところにはなっております。まあ、ただダウンジャケットとしては、まあ、機能的には高いんじゃないかなというところで、5位になってますね。では2020年秋冬のおすすめのノースフェイスのアウター第4位というのがですね、こちらのバルトロになってます。で、この段階で人気のダウンジャケットがバンバンって出てきたんですけど、まあ、このバルトロももちろん良くて、ちょっとさっきの5位のマウンテンダウンと、まあ、僕からしたらほぼほぼ一緒なんですよね。もう大体同じぐらいで、どっちが上でもまあまあ遜色ない、どっちが5位4位でも遜色ない感じだったんですけど、まあ、バルトロが上に来た理由っていうのはもちろんこれダウンジャケットで保温性もあるっていうのもそうなんですけど、ちょっとスペック的に言うと逆にちょっと落ちるんですよね。防水の機能っていうのがついてないので、
例えば大雨とか降ってきたりしちゃうと、それこそ中にあるダウンが濡れちゃう可能性とかって全然あったりするので、機能面で見るとちょっとカバーできる天候が少ないというか、まあ、あくまで普通の晴れたり曇ったり小雨ぐらいだったら対応できるんですけど、まあ、大雨とか大雪になってくるとちょっとどうなんかなっていう疑問点もあったりするんですが、じゃあなんで4位なんかっていうと、やっぱり保温力が僕個人的にはマウンテンダウンよりバルトロの方が高いんですよ。でなんでこれが保温力が高いかっていうと、このモワモワ感、この雪だるま感というか、このモワモワしてる感じあると思うんですよね。でこのモワモワしてる感じがこの首元とかもモワモワしてるので風が入ってこないんですよ。だから冷たい風とかがこう首のところから隙間から入ってくるとかっていうことがないので、まあ暖かさはやっぱ暖かいんですよね。なのでそういうところで考えると、まあ、あの今年あの僕それ以外にもヌプシとか買うつもりですし、他にもダウンジャケット買う予定なんで、それになってくると順番変わるかもしれないんですけど、バルトロがこう人気である理由っていうのはやっぱ保温性かなというふうに思うので、こんだけモコモコしててこう隙間風をしっかり防いでくれるので暖かいっていうところで、まあ、おすすめの、あのジャケットアウターになってくるんじゃないかなというふうには思います。まあ、詳しくはなんで暖かいかっていうのはまた動画で言ってると思うので、まあ、その辺は割愛するんですけども、結構世間一般ではこのマウンテンダウンバルトロって結構上位に来やすいダウンジャケットっていうかアウターかなと思うんですけど、僕個人的にはあのもちろんすごいいいアウターにはなってると思うんですけど、トップ1トップ2に入るほどはあのそんな感じじゃないかなというふうに思うので、次じゃあ第3位に行きたいなと思います。では2020年おすすめのアウター第3位というのがですね、こちらのクライムライトジャケットになります。でこれに関しては本当に年中発売されてて、それこそ秋に発売されたと思ったら次は春は新色が出たりするので、まあ、年に2回発売されてるっていうところを見るだけでも、まあ、1年使えますよっていうのが多分ノースフェイスも推してるやろうし、まあ、さらに実際使ってても、まあ、本当に真夏と真冬以外やったらまあ使えるっていう感じになってるので、ここまで見ていただくと今まで紹介してたのとは一気に変わってこうペラペラな感じになってるから、おいお前そんな秋冬でこんなペラペラなんいけるんって多分思い張る方も多いと思うんですけど、結構あの洋服特にアウトドア あのアイテムってそうやと思うんですけど、あんまりダウンジャケットを1着着て終了っていう感じじゃなくて、こう重ね着をして体温を調節していくっていう着方が、まあ、一番なんですか、まあ、正しいというかそういうために作られてるのがアウトドアのアイテムやったりすると思うので、まあ、そういう用途にぴったりはまりやすいので、まあ、このクライムライトジャケットはいつ買っても失敗がない。秋に買おうが春に買おうが冬に買おうが夏に買おうが、まあ、失敗がないっていうのがジャケットになってるんかなと思うので、まあ、その辺考えてもよくノースフェイスの店員さんもおすすめするぐらい、まあ、これは確かに間違いないかなというのは、まあ、僕も使ってて思うかなと思います。まあ、ただいろいろ不満点とかは僕の中で若干あったりしてて、まあ、もうちょっと着丈長くしてほしいなとか、まあ、他にはこういった袋とかがついて持ち運びとかできるんですけど、こういう袋はまあ特にいらんから、なんかフードとかに収納できたりとか、なんかポケットとかにこのジャケットくるくる入れて収納できるような感じにしてほしいなとかっていうのはいろいろあったりはするんですけど、まあ、一応世間一般的に見たらまあまあ3位に入っても納得な感じのジャケットかなと思うので、まあ、この辺はまず一番最初にアウター買うって言ったら、まあ、これを買っておけば着れる時期が長いとか、だからまあ今回秋冬のおすすめのアウターって言ってるんですけど、まあ、これに関しては秋冬っていうよりかはまあ年中まあまあそこそこ上位に入ってくるおすすめのアウターになるんじゃないかなと思います。で次がですね第2位に行きたいなと思うんですけど、次第2位っていうのがですね、こちらのノースフェイスのマウンテンジャケットになります。で、まあ、ちょっと暗いから分かりづらいんですけど、ちょっと全部溶けますね。はい、という感じでこれで見えるでしょうか。見えますね。はい、ということでこれマウンテンジャケットになってるんですけど、このマウンテンジャケットはもう本当にノースフェイスのマウンテンパーカーでももう元祖って言われるようなパーカーっていうかジャケットになってるので、まあ、これから派生していってマウンテンライトが出ていったりとか、それこそマウンテンなんとかっていろいろ出ていったりするぐらい本当に元祖中の元祖っていうか、まあ、定番モデルになってるので、まあ、これはちょっと抑えといて損がないかなというふうに思ってて、ただ値段が高いんですよね。これで確か5万5千円ぐらいするので、アウターとかに関してはちょっと高めな設定な感じはするんですけど、後で紹介するあの1位のアイテムと組み合わせたりすることによって本当に真冬でもいけるし、でなおかつそれがやったらウィンタースポーツ、そのスノボーとかでも使えたりとか、まあ、もちろん登山とかで使えたりもすると思うんですけど、まあ、街中でも使えるということで汎用性も高いし、季節も秋から春までずっと着れるっていうので、僕個人的にはマウンテンライトよりもマウンテンジャケットの方が、まあ、おすすめというかいいんかなと、まあ個人的には思ってるのでマウンテンジャケットにしてます。まあ、その理由としては何でかっていうと、やっぱ備えあれば憂いなしじゃないんですけど、マウンテンパーカーとしての、実力は申し分なくて、さっき言ってたみたいなゴアテックスっていう、まあ、雷でもどんな気候でも着れるような生地を採用してて、なおかつ生地もごついんですよね。150デニールって言って、このマウンテンパーカーの中でもほんまトップクラスに生地が分厚いので頑丈やし、なおかつこの脇のところに
こういったベンチレーションっていうのがあってですね、例えば暑いなとかって思ったりしたら、この脇のとこをこんにちはしてあげるだけでこう風がピューって抜けていくんですよ。だからこの脇のところに溜まったこう蒸れた暑い空気がピュッて開けてあげるだけでふわーっと逃げていくので、例えばスノボーとかしてたりしたら暑くなるじゃないですか。そんな時なんかをこれピュッて開けてあげたらパーって熱逃げていって、あー涼しいってなるし、でちょっと寒なってきたなと思ったらまたここピュッて閉めてあげればしっかり風も閉じてくれるので寒くないっていうような感じになったりするので、まあこれはもう第2位第1位に入ってもおかしくないっていうか、僕個人的に結構好きなんで、マウンテンジャケットが、おすすめというか、第2位になっております。では次第1位いきたいなと思います。で第1位がですね、僕よく何がおすすめですかって聞かれて、まあ友達とかにもよく聞かれるんですけど、その時にもう間違いなく言うのがこのアイテムになってるんですけど、こちらのサンダージャケットっていう一応薄いダウンジャケットになってるんですよね。これはパッて見てもらったら本当に今薄い感じのダウンジャケットになってるので、これの何がいいんっていう感じだと思うんですけど、いやこれ持ってへんかったらもうめちゃくちゃ損してるでっていうぐらい結構大事っていうかいい感じになってて、まあ、さっき言ってたみたいなマウンテンパーカーと組み合わせたりすることによって、これをインナーダウンとして使って、さらに先のマウンテンパーカーを着ればもう完全に風も守れるし保温性も高いで、なおかつこれに関してはもう例えば濡れたりするじゃないですか、汗とかで濡れたり、逆にこう雨とかでこう濡れたりとかしても暖かさを保つような生地っていうのを採用されてたりするので、普通のダウンとはちょっと違うんですよね。だからそういうところまで考えられているので、どんな気候でも着れるし、なおかつ一番外のアウター、だから例えばこういう T シャツの上からさって羽織ったりすることもできるし、なおかつそれ以外にあったらインナーとしても着れる。で他にもこういうのってあるじゃないですか、例えばユニクロとかもあるし、まあ、ボンベルとかもいろいろあったりするんですけど、まあ、それはそれでまた比較動画作ろうとは思ってるんですけど、これが1位になった決定的な理由はシルエットも綺麗なんですよ。で元々インナーとしても着ること考えられているので、こう変にダボダボしないで、すっきりパッて着れるような感じになってて、まあ、多少サイズを上げてあげればちょっとゆったりした感じでも着れるし、本当にジャストめで着たいんやったらいつも通りのサイズ感ぐらいで着ればパチッとジャストに着れるので、こう余計な風が入ってこうへんから暖かい、そして見た目も綺麗、まあ、どれをとってもこれは1位やなと思うので、まあ、これを持ってへんっていうのは結構ちょっと人生損してるでって僕個人的には思ってるので、友達にも絶対サンダージャケットこれ絶対買った方がいいって絶対いつも言ってて、正直他のバルトロとか買わんでいいから、もうこれ買ってゴアテックスのジャケット着てるのが一番いいからって僕はいつも勧めてるんですけど、まあ、そこは人によって価値観とか考え方があると思うので、まあ一概には言えないんですけど、僕が今回おすすめする中で言うともうダントツで1位で、これに関しては僕これ2着目なんですけど、2着目でもう4年ぐらい使ってても全く劣化がない、だからまあ今年もガンガン多分着るかなと思いますし、まあ、それこそ僕の動画を以前から見ていただいてる方なんか分かると思うんですけど、冬ってほんまに僕ずっと室内でもこれ着てるんですよね。だからそれぐらい使い勝手もいいし、まあ、値段が3万円ぐらいするんですけど、それはそんだけ毎日着たらすぐ元取れるでっていうぐらいな感じになってるので、まあ、今年はね多分出るとは毎年出てるので出るとは思うんですけど、まあ、人によったらこういう首元があるタイプのネックのあるタイプもそうなんですけど、それ以外にやったらこうラウンドって言って今の僕のこの T シャツみたいにもう全くこの首元がないようなタイプのやつもあったりとか、あとまあ女性のタイプ、まあ、女性レディース用とかも確かあったと思うので、まあ、その辺とかも、まあ、人によってはっていうか、まあコーディネートによってはそうやって選んだらいいかなというふうに思うので、まあ今紹介したアイテムとかは使用してみてどうやったかっていう動画また別で出そうとは思ってるので、まあ、一応僕がざっくり紹介するランキングとしてはもうこれが今のところはトップ5っていう感じにはなっております。まあ、なので最初冒頭でも言ったんですけど、まあ、若干ランキングはこれからいろいろ新しいもの買うにつれて全然変わってくるとは思うんですけど、今現時点ではまあこのランキングが一番おすすめできるんかなというふうには思っております。はい、ということになっておりますので、まあ、これから、秋冬購入されようと思ってはる方なんかは参考にしていただければいいかなというふうに思います。ということになってますので、本日はですねノースフェイス2020年のノースフェイス秋冬のおすすめアイテム、トップ5を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。